でも本当にありがたいことに、まあね、こう自分がさ笑顔で接客したりとか、こっちから行こう、なんかこう楽しそうにとか、まあ、うん、わかんない、楽しそうかって合ってないかもわかんないけど、まあ、感じは多分いい、そんな悪い感じにはしないと私は自分で思ってるんですけど、まあ、そうやるとさチップも本当にねくださるし、皆さんだから多分本当に、うん、いいお給料もいただいてるし、だからこれがもっと倍以上いけば、つまり自分へのそのチップももう本当に倍以上になって、もうめちゃくちゃいいみたいな感じになるので、頑張りがあるというか、いやもちろん売り上げを上げたいっていうのもあるけど、それがさ自分のさ成果に反映するっていうのは、反映されるっていうのはやっぱいいよね、うん、だから私は本当チップ文化っていいなって思うんですよ。21日、今夕方のお昼の3時半4時あたりです。さあ、今ねちょっとお知り合いの方と一緒に、ワイキキの手前ぐらいまで歩いてきて、今別れて私は仕事に向かってます。さあ、これアラモアナにもできたので飲んでみました。ライスヨーグルトドリンクかな。1年前ぐらいに友達に、あ、そうそうそう、このコーヒートーク、友達の、私の友達のお母さんのお店なんですけど、この斜め前ぐらいにこのお店、多分同じと思うんですけど、このお店があって、そこで初めて飲んだのがきっかけで、そう今回2回目なんですけど、じゃーん、なんだろうな、お米、多分ねハワイだけだと私は思うんですけど、でもニューヨークにはない。そう、今日はパイナップル、違う、リリコイパッションフルーツの、ヨーグルトにしました。結構さっぱりしているけど、なんかお米だからもち米みたいなのが結構重いというか、うん、ちょっと飽きるかな、このぐらいで、半分ぐらいで私にはちょうどいいかなって思うけど、まあ、味は美味しいです。ワイキキの中心あたりまで歩いてきました。今日はもう一個向こうの道の予定だったんですけど、なんとなくさ忘れてて、ちょっとやっぱ左に曲がろうかなと思います。さてさて、最近のお仕事はと言いますと、いや本当にね、本当少しずつですけど慣れてきて、その、まあ、英語の説明する部分もだったり、作業は、まあ、まだまだなんとかね、一週間前から、まあ、まあ、そんなに、あれかなって思ってたんですけど、いやでもね、そう、ありがたいことに、本当にお客さんが連日ね、たくさん来ていただいて、でもまだまだ、私と、その、まあ、ボスって言うんで、ボス、まあ、オーナーとね、ボスって言いますじゃん。ボスと二人でやってるんですけど、そう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 、まだまだね、私たちの目標は倍以上なので、それを達成できるまではもっともっと向上してさ、いやどうやったら早く、どうやったら効率よく、どうやったら美味しいと思ってもらえて、また来てもらえてとか、すごいずっと最近考えてます。どうやったらささささってできるけど、でも笑顔でいいサービスをやってっていうことをさ考えてるわけなんですよね。そう、でも本当にありがたいことに、まあね、こう自分がさ笑顔で接客したりとか、こっちから行こう、
なんかこう楽しそうにというか、まあ、わかんない、楽しそうか伝わってないかもわかんないけど、まあ、感じは多分いい、そんな悪い感じにはしないと私は自分で思ってるんですけど、まあ、そうやるとさ、チップも本当にね、くださるし、皆さんだから多分本当に、うん、いいお給料もいただいてるし、だからこれがもっと倍以上いけば、つまり自分へのそのチップももう本当に倍以上になって、もうめちゃくちゃいいみたいな感じになるので、頑張りがあるというか、いやもちろん売り上げを上げたいっていうのもあるけど、それがさ自分のさ成果に反映するっていうのは、反映されるっていうのはやっぱいいよね。うん、だから私は結構本当チップ文化っていいなって思うんですよ。うん、なんか日本人の感覚からしたらさ、やっぱチップを払う文化がないからね、ちょっと抵抗ある方もたくさんいると思うんですけど、でも働く身からしたらやっぱ嬉しいな。もちろんみんなそうかもしれないけど、やっぱこうなんだろう、私は同じ作業をしていて、例えば全然さ、サボるって言い方もあれかもしれないけど、じゃ例えば不機嫌そうでさ、なんかもうやりたくないみたいな感じでやってる人と、一生懸命さ頑張ってさ笑顔でさ努力してる人の給料が同じっていうのとかも、なんかあんまりんーっていう感じもあるし、やっぱりさ、こうアメリカってさチップ文化だから、自分がやればやるだけ、そう、自分のね本当にお給料に反映されるのが私はすごく好きです。なんか私の性に合うって言い方もおかしいか、なんだろうな、まあとにかくそう、まあ、チップ文化はやっぱりこうモチベーションがね上がるというか、でもその分ね、もちろん悪い時もあって、でもねあんまりないです、本当に。わ、すっごい少ないって思うこともないし、そうだから本当に良い、とてもありがたいことに素敵な職場に恵まれたなって思っています。そうなんですよ。だから多分、だからっていう言い方もあれですけど、本当こうニューヨークでも感じてたけど、やっぱみんなめちゃくちゃ必死だからね、そうサーバーさんたちって、もう誰にもお客さん取られないぞみたいな意欲で、もう 100% さ、 100% 演じるというか、私もすっごい今のボスに言われるのは、演じて演じて演じてって感じだから、演じてくださいって言われるから、演じなきゃと思ってさ、演じるっていう言い方もちょっとあれだけど、まあ、女優になりきるじゃないけど、こういかにこうテンション上げてアメリカンなノリでいけるかっていうね、もう本当私シャイだったからさ、そういうことすらやっぱなかなかさ、こうまだね新しい職場で慣れてない中で自分をさらけ出すってことが本当にちょっとできなくて、だけど今2週間経ってちょっとずつさ、その緊張もだいぶね緩んできたから、こうなんかうわーって意味わかんないけど、なんかこうなんだろう、もうよりナチュラルに全身から楽しんでる感が、もっともっとね、これがもっともっとつながればきっと売り上げにもつながるし、きっともっともっとねたくさんのお客さんに来ていただけると思うんですよ。今さもう本当に 100% 日本の方全然いらっしゃらないので、あ、全然いいんですけどっていう感じなんですね。そうそうそう、やっぱ現地の人とか、まあ、アメリカ人の人たちに、まあ、アメリカ人なくてもいいけど本土からの旅行者の方とかにこう伝えたい、いろいろがあるからさ、そうだから日本の方っていうよりは本当にね、この現地の方、もしくはチューリストの、そのアメリカなのか旅行、アメリカじゃないところなのかっていうね方々にね、本当たくさん来ていただければなって思うわけなんですよ。さあ今日はさ日曜日ということで、混んでるかなって思ったんですけど、
うん、まあ変わらないかなというワイキキからお送りしております。さっきさ、あの何、ヨーグルト米ドリンクっていうのかな、それを飲んだからさ、ちょっと変にお腹いっぱいになって、どうしよう。あまり私こう働く前ってお腹いっぱいになっちゃうとさ、なんか怠けちゃう気がして、体がね、食べたくなかったのに、やばい、やってしまった、お腹がいっぱい。さあ今日も新記録をね出せるように頑張りたいと思います。そうで、今自分のやりたいことに対してのアイデア出しもずっとずっとしてるんですけど、最近さ、こう家にずっといるからか全然アイデアが降ってこなくて、やっぱこの出勤のね30分とか、このカメラをつけるまでの30分とかでいろいろやってるんですけど、ダメだと思って、ちょっと私にはなんか、いやまた旅が必要かもしれないとか思ってます。新しいものを見たいな、ニューヨークに行きたいなって、ちょっと刺激が欲しいなって、もうって感じなんですけど思ってます。ニューヨーク次行けたら来月行きたいなって思ってるけど、でちょっと調べたんですね、飛行機めっちゃ高くて、やっぱり1,500ドル日本に帰れるやんって思ってさ、いやちょっとそれはもったいないかなって思ったり、でもニューヨーク帰りたいなって思ったり、でニューヨークで働く口もあるから、スポットでね働かせてもらうこともできるしとか、いろいろ考えてます。はい、というわけで、じゃあ今日もちょっと頑張ってきますね。行ってきます。わ、何があるの今日。わ、いいな、ここで食事会、ではでは皆さん、また明日、バイバーイ。